はい、こんにちは。ザ・ビートルの緊急報告です。ザ・ビートルちょっと気に入ってね、台車で来てるザ・ビートルなんですけど、気に入って結構こうとこ続けて動画撮ってるんですけれど、で動画の中でね、何度か話してるんですけど、結構走行音というかですね、外の音が結構聞こえてくるっていうのを言ってます。でしかも運転席の後ろ側の窓の方から音がする、外の音がするみたいな話もしてるんですけれど、なんとこの間洗車してる時に気づいたんですけれど、窓のパッキンというかね、ゴム隙間が空いてます。外からそのまま空気が入る状態ですね。洗車しても別に水の中に入ってくるとかいうことはなかったんですけれど、そのまんま外とつながってますね。ということで、なんか外の音がやだら聞こえると思ってたら本当に聞こえてましたね。そのまま外の音が聞こえてるっていうのが現実でした。ということです。ということでね、ザ・ビートル自体の基本的なね、そのロードノイズ、走行音とかうるささっていう話ではなくて、この車だけちょっとそこがゴムがねダメになっちゃってるっていう話なだけでした。ただそれとは別でね、やっぱり全体的にはサスペンションが固めなんで、ガタガタする感じはあるんで、自分みたいに今荷物結構積んじゃってると、そういう荷物の音とかはかなりします。でこれは多分パーサートよりもガタガタする音はしちゃいますね。動画のご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。